やーもう今週ですね。いやもう、もう先週からの流れなんですけども。千夏先輩が大変可愛いですね。そこ来た。早く入ってこないと。もう維持率なくなっちゃうよ。維持率 2% とかになっちゃうよ。それぐらいですね。今この青の箱の展開がやばいわけなんですけども。こっちさん、早く入ってこないと。ワンピースの話始めないと。やばい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 。ジャンプ47号資金ということで、やばかったね。やばかったっすよ。ほんとね。はい。まずさ、扉へ今回いいなと思ってて。あ、ワンワンですか？ワンワンどこにおるの？これワンコそば。え？ワンコそばのことあんまワンワンって言わない。ワンワンって言わない。あ、そうですか。いや、俺もさ、ワンコそば大会小学校の頃出たことあんねんけど、40杯食べて吐いたからね。でも僕、本家行った時に、80杯ぐらい食いましたよ。いや、さすが、すごいね。そう。いくつの時？21とか。お小学生やから。まあそうやね。ずるでもさ、こう面白いね。洒落てるよね。何が洒落てるかって言ったら、はい、今回第1029話、うん、タワーなんだよ。うん、だからワンコそばにタワーなんだよ、ね。なるほど。まあよくね、そのタイトルと扉にリンクする言いますけど、うん、そういうリンクのさせ方か。でもボニー好きなんですよ。はいはいはい。ルーキーの中でも未だにそのウルージと並んで今謎じゃないですか。いやそうですね。だからちょっとこういうところも出てきてくるだけでも嬉しい。うんうん、まあ、特にね、今週は最悪の世代界と言いますか。うん、そうね。うん、間違いないね。しかもね、大ぐらいなのに。大ぐらいエピソードあんまないから、ピザ食ってるイメージがあんまないから。確かに確かに、ね、おー、ちょっとこういうの見えて嬉しいなと思って。だって相手何匹のラッコやねんって感じやしね。ほんま違反がすごい。違反よ。違反がすごい。はい、ということで今回も本編突入していくんですけども、はい、やはり最後からいこうか。いけ相棒キラーかっこいいわ、ほんま。いやーね、これもうすごいよ、うん、キラーって、うん、あんまり目立たなかったんですよ。そうですね。弱いんじゃないのとか、きっと海賊団の中でもなんかちょっとすごい頼りにできる存在なんだけど、はいはい、実力のほどどうなんと。まあ例えばスラムダンクね、ごめんなさい、例え古いんだけど、スラムダンクで言ったら赤木キャプテンがいて小暮がいるみたいな。おー、そう、信頼関係熱いんだけども、小暮じゃスタメン取れるかってそうじゃないみたいな。それでもなんか大事なシーンでスリーポイント決めてするやんか。はいはいはい、はい、そんな感覚に近いちょっと泣けるシーンだなと思ってて。まあそうですよね。小田先生のこの表現のすごいところは、キラーって仮面じゃん、うん、仮面ですね。そうだから仮面だから、どういう表情してるのかわからないんだよ普通はね。でもここでいけ相棒って言ってるところの顔がちょっと凛々しい感じでね、多分ボロボロになってると思うよ、もう中も。でもそれでもちゃんと前を向いていけ相棒って言ってるのが、俺すっげえなんか表現力すごいなと思って、ね、いやこれ見えますもんね、仮面の下が。どんな顔してんの？ほんま、怒られる。すいませんでした、本当に。ほんまに怒られる。本当にすいませんでした。だから、レビュー会はお願いします、家族は見よう。コメントに書かれる。いやいや、俺も楽しんでるのよ、ワンピースを。何が？でもさ、キラーのね、うん、素顔って公開されてないやんか。そうですね。言ったら人切りかまぞうとしては、あの包帯巻いてましたからね。目とかは出てたけども、うん、なんかちょっと分かんないけどね、どんな素顔なんやろな。顔を隠してたっていうのも、笑い方をね、嫌いやっていうのもあったから、うん、でもなんか、ワノ国って素顔って一個テーマだなと思っていて。ほう。あ、例えばヤマトが素顔が女の子だったよとか、うん、あ、確かに確かに。最近だったらキングの素顔が明らかになるかもっていうのがあったから、うんうんうん、じゃあキラーなんか言ったらシャボンディの時からずっとこれやから。そうですね。どうなってんだろうってことで、うん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 、なんかやっぱ仮面のものが下どうなってるのかって言ったらすごいなんか気になるじゃん。気になりますよね。そう。でもやっぱりね、このワノ国終わった後、やっぱ船長と共にやっぱ素顔で並んでほしいなと思うんだよね。で、あともうこのスマイルどうにかならないんですかね。いや、それはチョッパー先生とかなんとかしてくれんちゃう。いや、ほんまにちょっとかわいそう。でもさ、キラーって言ったらね、言ったら釜やんか。釜ですね。釜像の時も釜やし、はい、ソニックの時もこのなんかね、パニッシュ。あ、そうですね。おう。で、やっぱ釜やから、はい、その釜が藁を刈るっていうのがすごい今後良かったね。まあ確かにね、これがほんまの稲刈りやって感じでしたね。まあ、和の国だけに米の収穫の時期やし、うん、まあ、そういう意味で僕言ったんですけど、うん、まあそうやねっていう、うん、補足を。あ、すいません。あ、じゃあ僕の説明が足りなかった。はい、失礼しました。はい、あ、そうそうそう、ちょっと流れが悪いですね。はい、行きましょう。ジンソニックどうすか。いやー、やっぱりね、まあサマソニー言うたらすごい有名ですけども、まあ、サマーソニックもあの、あったんですよ。そうですね、わざわざ。大丈夫ですか？もう5分で皆さん視聴おやめになられるでしょうか。いやー、まあここで後期っていうのがいいっすよね。この背面というか、はい、タワーですよ今回なんといっても。はい、まさかここに来てタワーを出して青ざめるホーキンスって。そうそう、これどっかで見たことあるな、この描写と思って。考えてなんすか。ドクター一垣出たよ。戦えば戦うほど数字がこんなにもみたいな青ざめていくシーンちょっと見た。
ってて笑ってもったよね。そうっすね。アプーとホーキンスって今なんかイメージ悪いやんか、うん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 、ここでなんかホーキンスとかもなんか寝返って最後は味方になるのかなと思ったら、はい、ちょっと敵としてやられたね。まあそうですね、まあ、これキットをもしかしたらそのバフというかなんかパワーアップさせてくれたんかなっていう感じはしますけどね。ああなるほどね。そう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 、まあ、キットもなんだかんだ言ってローと共闘してビッグマム倒す雰囲気出してる、ね、いやそうなんよ。なんか僕正味キットと、まあ、ローがですね、まあ、倒すと思ってなかったんですよ、うん、先週まで。誰も思えないもんだって4校やから。そう、うん、4校たった2人で戦う無理ちゃうんって思っとったんやけど、うんうん、もしかしたらいけるんかっていうのをちょっと思ってきて。なんかさ思い起こせばマルコさんがね入り口のところでさ次来た時には時代が少し変わってるかもみたいなこと言ってたやんか。言ってた言ってた。でさらにねそのゾロとサンジにね両翼ということで譲ったやんか、ね、そうですね。ということはルフィだけじゃないんですよ新しい時代は。いやそうですよ、そこが大事だと思うんですよ、ね、そう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 。だからルーキーであそこで同世代をボンって出したことの意味っていうのは、うん、全部オセロみたいにひっくり返っていくと思うんだよね。確かに。だから時代が変わるって思うと四校の時代が変わるって思ったらここらでちょっと一掃しとかないと時代変わってるマルコの予言外れちゃうから。そう、しかもモルガンズも似たようなこと言ってたじゃないですか、うんうん、最悪の世代の中から海賊王が誕生すると、うん、でもあの海賊王レースみたいなのが今あると思うんですよ。やっぱりレースレース、まあ、黒ひげとかルフィとかキッドとかが名が上がってると思うんやけど、ここでルフィがカイドウを倒してビッグマムに逃げられるみたいなことあったらさすがにもうルフィとも黒ひげの一騎打ちやん海賊王みたいな。もう競馬で言うたら 1.3 倍じゃ 1.1 倍みたいな、うんうん、あの単勝倍率みたいな。でもここでビッグマムをキッドとローが倒すことで誰が海賊王になるんやってのも分からなくなってくるから。そうか、海賊王としてのレースも描かれてるわけだ ね。そうだからこれかなり面白い展開になってきたなと思うんですよね、うん、できたらね CP0 みたいに、まあ、潰し合ってくれ、うん、海賊どもみたいに言っときゃ早いんだけど、うん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 、俺が仕留めたい人ばっかりやな。いやそうなんよ、俺が俺がやね、うん、俺が俺がの。あーそうそう、どうぞどうぞどうぞみたいな。え、どういうこと。あ今日やっぱあれやね、3分に1回ぐらい調子が悪くなるんではい、ということでですね、はい、まあここが一番熱いシーンだったと思うんですけど、全体的になんか、ね、流れがあってよかったよ今回ね。いやそうですね。そうだから1ページ目からちょっと皆さんでねその感想、はい、レビュー考察をしていこうと思うんですけども、はい、まず前回の続きでね、はい、クイーンがサンジのねこうバンって、そう刀でね、うん、バシン折ってますわ。え、すごいよねこれね。これどういう理屈。ゼルマの力なんでしょうね、うん、まあ、その辺の動画この間言いましたけども、うん、やっぱりそのゼルマの力が覚醒してめちゃくちゃ強靭な肉体を手に入れてるんじゃないのかってことは思いますけどね、まあ、武装色にしてもみたいな、まあ、そう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 、使ってたみたいなのあるけど、それでこれやったらチートやんみたいな。だから武装色異常ってやばいよね。人間に外骨格を、異常な回復力を、腕力を、そして何も感じない氷の心って言ってみましょう。そうやね。これどういう意味かわかる。ジェルマの能力そのものを表してるんかなと思うんやけど、うん、俺はなんとなくこれって覚醒なんだと思ってんだよ。覚醒ゾーン系の。おー、覚醒したら異常な回復力、そう、タフさとかって言って、はいはい、クロコダイルがね、はいはい、それって外骨格とかが発達することが覚醒だとすると、無理やり人間を覚醒させるようなことを血統因子の研究で導き出したんじゃないかと思ってるんですよ。なるほどなるほど。ただ土妻合うやんか。じゃあもしかして改造されとったナンバーズみたいな、古代巨人族に失敗言われてますけど、うん、それもこの技術使って氷の心持ってるから暴れまくれるみたいな。そうだから本当カイドウとかっていうのは強靭なね、その百獣海賊団のスマイルとかの、まあ、能力者を作ったでしょ、そのゾーン系の。だからクイーンはすごくこれに固執してるのはそういう理由なのかもなと思って。なるほどなるほど。スマイルってやっぱどこかなんか僕たちが思っているよりも拍子抜けな部分ってあって。いやそうっすね。そう、体の一部だけかとか、なんか能力ほんまに強いんかみたいな、うん、ねえ、ホールデンもホールデブやなみたいなこと言われてバカにされてるしね。バカにされてるのそうか俺最低だからちょっとどこかにそういうマイナス部分を補うためのことをクイーンにカイドウは任せてたのかもしれないじゃん。なるほど。そう思うと知るほど今欲しい技術ってここにあると思うね。いやまあやっぱ技術者としてもね、うん、その上に行きたいってのもあると思いますし。そうで、しかもね氷の心って言ってるのって俺まさにスマイル食ってるやつだと同じだと思ってて、うん、そうジェルマでもクローンを作ってるでしょ。それとジャッジのその辺のところとなんかリンクしてんだよねクイーンの考えで。いや確かにそうやな。そうで、しかも思い起こしてほしいんやけど、クイーンって何のウイルスばらまいた。エキサイト弾。そう、その後氷。そう、氷鬼なんだよ。だから氷の心っていうのはその辺からオマージュしてんじゃん。なるほどなるほど。そうだから本当にいた人を襲っちゃうような感じだったし、はいはいはい、それと同じことをしたかったんだけど、科学力で言ったらジャッジの方がやっぱ上やったの。おー、
だから必要なまでに見せるその能力をレイドスーツ着替えろよって言って迫ってるなと思ってるの。なるほどね。そう、はあ、めちゃくちゃおもろいなと思って。なんかいやそうですね、パッと聞いて思いついたことなんですけど、氷って言ったらやっぱ今ヤマトも氷じゃないですか。ああ、氷系の能力はね使うからね。そうだから、もしかしたらあの氷鬼の原型ってヤマトの血統因子から取ってるんかなとか、ね、悪魔の実の血統因子から取って氷鬼の血ばらまいてるんちゃうんかなとか、そういうことをふと思いましたね。サッポに1回からやってきました、もしかして。そうですね。はい、まあね、今週の飲み物はタフマンということでね、はい、おすすめです。タフマン、あの、小屋ちゃん、なんか、やばくない？血も涙もない展開ですね。じゃあ次行きましょうか。サンジがさ、はい、バンってやられた時に衝撃にこれあってなってるやん、なんか、うん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 、それをこう直してガッて。確かに確かに、この直し方とかがまさにジェルマだなって思ったね。ああ、そうですね。そう、4時だったかな、4時とかが、うんうん、あのサンジに攻撃された時ベコってなってた時をなんかバーンっていうプレスみたいなやつ。ああ、してましたね。そういう感じで直していく感じがまさにもうジェルマか、ジェルマかっていう言葉があってんか知らんけど、してるなって思うんでね。そうっすね。そうで、サンジがさ、いや俺はって言った時に1時、2時、4時が出てて、そこにレイジュがいないのはまあいいなと思ったんだけど、なりたくねえって振り向いた瞬間に、おぉちょっと待ってくれということで走って逃げるんやけど、サンジちょっと和の国に入って、まあ、特に鬼ヶ島入ってから敵前逃亡しまくって、確かにね。でここで逃げたことってすごいなんか意味ありそうやんか、いやそうなんですよ。そうだって振り返ったら俺は何をしたっていうふうに言ってるんで、そう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 、なんなのこれ、なんか冷徹になっちゃうっていうこと。ズートピアって見たことある？ディズニーの。ない。あら、なんか動物たちが仲良く平和に、まあ、二足歩行とかで暮らしてんねんけど、はいはい、でそれを特殊ななんかウイルスじゃないけど、うん、その薬を入れ込んだやつバーンって撃たれると獰猛な時代に戻っちゃうんだよね。へー、野生の感じ、はい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 、それと同じような感じで心を失って、うん、ただ力のみが強くなっちゃうみたいな。あー、なるほどね。だからサンジも怪物って言ってるやと思って、はい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 、でそれが下っ端のやつがね、わっしゃ当たったーって言ってるやつ、ね、おー言うてる言うてる。でそこで痛えなって言ってるから、なかなかこう戦闘に対してこういう切れるサンジって珍しくないですか。いやそうっすね。大体女絡みとかさ、そういう仲間の子だったら切れることあるけどさ、自分が攻撃されたことに対して痛えなっていうのって情緒不安定になってるんすかね。ねえ、でもそれは心を失いかけてるからっていうことの描写だと思うんだけども、サイヤ人もそうだったやんか。実はスーパーサイヤ人とかも我を失っちゃう感覚とか、はいはいはい、小田先生の師匠のルロン剣心の作者の和月先生も抜刀斎モードになるとおろっていう言葉を言わなくなって、そうです ね雰囲気もガラッと変わると。そうだから、そういう風に理性を失っちゃうみたいな、うん、殺すみたいなことを平気で言っちゃう剣心みたいな。そうっすね。サンジもお前ただで済むと思うんだけど、わしが殺すって言ったら諦めえみたいなことを言い出すかもしらんみたいなことを思う。抜刀サンジも生まれるんかもしらんね。抜刀サンジなのに、いや抜刀祭から抜刀サンジない、まあ、ちょうど皆さん3分に1回のやつが来ました、ね、あ、そうですね、はい。ということで、かっこいいサンジなことに変わりないんだけど、サンジって難しいと思うんですよ、パワーアップの仕方って。そうっすね。なんでかって言ったら、ゾロみたいに武器があるわけでもない、うんうん、蹴りっていうところにポリシーを感じてるから、蹴りで強く見せるのってなかなか難しいじゃないですか、ね、で特に悪魔の実もあるわけじゃなくて派手じゃないから、強いのはもちろんわかるんだけど、わかりやすい強さってなんだろうと思ったら、頑丈さに来るっていうところがね、いやそうすごいなって思うんですよ。そう、もう最強の防御力を手に入れるということでね。そう、さらにね、ルナーリア族ではみたいなノリもあるから、うん、違うのかもしれないけどね、うんうん、そこでなんか頑丈になるプラスなんか炎をまとえるって言ったらすごいじゃん、うん、めちゃくちゃパワーアップするやん。そう、いやでもなんかこの体調面が気になるよね、うん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 、強くはなるんだけど、なんか仲間にまでなんかさっきだって、いやそうね、ナミさんデートしようみたいなこと言ったらさ、いやよみたいなさ、はあ、殺すぞみたいな、怖い怖い。っていう。いやー、もうね、そうはなってほしくないですよね、本当にね。そして場面変わりまして、場内2階ということでですね、4校ビッグマムが暴れております。この構図めっちゃ怖くない？行くよ、ヘラ、ナポレオンって言いながら、刀を振りかざして、下からのアングルで見てて、もう。いや、これはきついで。もうだってもう真っ先に、ライフ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 って言うもんね。ライフやからーって。なるほど、なるほど。命5秒ね。これはきついなと思って。違いない。やっぱキットの方が強いよな、なんかね。いや、そうね。やっぱ信念がかっこよかったね、キットはね、今週。で、ローガン、何やってんだ、役に立たねえな、って言って。そう、珍しく語気が強いというか。そう、で、それもやっぱ期待の表れとか、それぐらいやばい状態なんでしょ、今ね。うんうんうん。シャンブルス、カウンターショック。これちゃんとね、キット助けてくれるあたりも。そうなんよね。だから残忍な医者っていうイメージなくなってんだけど、もうなんか。もうええやつみたいなね。そこそこ効いてるんやけどね。そこでですね、うん、シュトーレンファイアと。
どういうことやろこれ。ねえ、めちゃくちゃ火力強そうじゃないこれ。強そう、燃やされてるからね。燃えてるもんね。これだってこの燃やし方ってさ、スト2の時にさ言ったファイヤー勝利権食らった後と同じ。おおおおみたいな、火に包まれてね。そうよ、ヨーガフライヤー食らった後のなんか燃えてるかと同じ感じじゃん。確かにな。そう、まあ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 、やっぱ俊敏よね、ビッグマン。いや俊敏よ、こんなでかいのにくるくる回って、マーマレードをプリ出すんですけど、死んでもって、いやもうこれ思ったよね、エルトールより強いやんっていう。すごいよね、ドーン言うてるけど、えぐいよな。そう、キッドはね、そのちょっとあの藁人形、そう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 、ホーキンスにね、ちょっと身代わりの藁人形を作られてるから、ダメージ食らってる中での状態なんでね、なかなか思うように攻撃できてないんですよ、この時ね。そうだよね。やっと四皇にたどり着いたんだ、これで死んだら何なんだ俺の海賊人生って。ルフィっぽいセリフが飛び出しましたけど、いいよねこれね。この辺めちゃくちゃかっこいいですね。ね、海賊人生っていうのすごいね。多分ルフィとかローもこういう場面たくさんあったと思うんやけど、信念っていうのが出るのがいい。そう、キッド海賊団なんかいいね。まあ、今週もキッド海賊団の週でしたね。これなんか浪川さんの声が聞こえてくるよね。はいはいはい、ね、まあまあまあ面白いね、キッドお前放っといても死ぬんじゃねえかって、まあうすうす感づいてるんですけど、うん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 、場面変わりますし、場内3回キラー VS ホーキンス、やめろファ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 、ホーキンスが頭突きしてるんですよ、なんかね、ブルディみたいにね。それは自分にダメージを負うということはキラーに転送されるってことじゃないですか。やることがね、小物は、いや、やることが小物なのよ、うんうん、だって正々堂々別に戦ったらいいやん、有利な状況なんやから。能力を生かすっていうのはこんなもんじゃない。いやいや、なんでこういうことやるから負けフラグが立つんですよ。あ、そう、強いやつは正々堂々戦って準備を怠らへんから強いんよ。ミドルマンも言うとったやん、え、お、万全を尽くして、もう人事を尽くして天命を待つ言うとったけど、なんか今ちょっと間違えちゃった。お、全然人事尽くしとらんがなお前はみたいな、天命待つ前にやることあるんちゃうんかみたいなこと思うわけなんですけど。でもね、今日ラッキーアイテムは呪いの人形なのだよみたいな、だから人事尽くしてほしかったなと思ったんやけど。なるほどね。ゆえにこれもう納得いかへんなって。いや俺気づいちゃったんですよ、はい、ワンピースの世界って類似してる技あるでしょ。類似、はい、例えば占いで言ったらマダム・シャーリーも能力者じゃないと思うけども、占いと見て似てるし、そうですね。ルフィってゴムゴムの実だけど、レッドホークって炎出してるやん、はい、はいはいはい、でもベラベラの実ってものが存在するし、うん、だから非能力者と能力者で似たようなものっていうのはちょっとリンクしてると思ってるんですよ。なるほどなるほど。でそう思ったらこのホーキンスの何がすごいかって、身代わりを用意できたことは能力なんかもしれないけど、実際に遠隔でダメージを与えられたという事実。なるほどね。そう、じゃあ藁人形とかじゃなくて、うん、もしそういう呪術みたいなのがあったら、うん、遠隔で人を攻撃することって世の中可能なんかなと思って。強すぎるな。そう、小安さんみたいなこと話してるけど、おうおう、例えばそういうプロの占い師のマダムシャリーがいるんだったら、プロの呪術師がいるから、はい、このわらわらの実っていう能力の原型があるわけでしょ多分。 やばいなそれ。そう思ったら遠隔で人をなんか呪い殺すみたいな、ダメージを飛ばせるっていうのがなんか放出系の能力者みたいな。いや、あるかもしれないですよね、うん、実際ねキロキロの目とかが遥か先まで見えたりもするわけやから、4000キロまで視界をね飛ばせるし、そうそう、エアドアみたいにさ、ブルームだって4次元空間を行ったり来たりもできるし、うん、何かこう飛ばせるっていうのでかいなと。いや、すごいことやな。ダメージを飛ばせるんだよ みんな。これこの意味ってすごくない？いや、とんでもないことやね。そう、なんかデンデン虫みたいになんか粘波みたいなやつを飛ばしてるって理屈わかるよ、うんうん、でもダメージを飛ばすっていうのはどういう理屈なんと。いやー、これはすごい可能性広がりますね。そうなんよね。だからちょっとね、ホーキンスがちょっとファンの方申し訳ないけど、ちょっと小物っぽい見えたんです、今週は。まあそうね。そう。でも、もっと能力を使いこなしたら、すごくないこれって思って。いや、そうよね。ね。だから、もしかしたらイム様が言うとた消すべき灯火とかも、言うだけで消せるみたいな。ほんまやな。うん。ありえるよ。いや、ありえる。だってね、デスノートの世界みたいに名前書くだけで死ぬやつもいるから。そう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 。えぐくない？デスデスのみんで。強すぎるやろ。終わりやん。で、まさかスマイル食ってたとはな、不幸の極みだな、キラーと。知らなかったね、これね。ね。頼む、やめろ。で、ここね、ほんとね、いいんだよね。キッドをかばって、仲間とかに攻撃するなって言ってる感じとか。キッドを解放してくれ。俺の命ならやる。熱いね。熱い。ね、これ、すごいよね、ここで言えるってね。いや、そうなんよ。そう。ここに来てさ、ローが、ベポたちがね、忍に疑われてん、最初。ワロ国の時にね、なんで作戦バレたんだ、みたいな。で、その時にも、ベポたちをかばって言ってた発言とか、で、ちょっとその中でも非常そうなキッドでもキラーとの関係値を見たらすご
いなんか熱い感じするやんか。ですね。そう、だからなんかめちゃくちゃここに来てこの三船長の海賊団のとかめちゃくちゃ好きになった。違いない。よりそう。どの道お前たちに勝ち目なんてない戦いだ。見ただろう現実を。あいつらが古くからこの海に君臨する理由、生物の本能で感じたはずだ。勝てるわけがない。これわかるんだけどね。多分そう思うね、多くの人がね。そうよ。試されてる感じするよね。いやそうなんよね。そこで自分の力というか信念を信じたらよかったのにタロットカードにしちゃうから。ここのやり取りが好きすぎるな。ね。でこのキラーがね、声を荒げるんだ。お前は悔いてるんだろ。あの時の選択を。お前が死ぬと恐れた未来を。俺たちが生きてるんだからな。ファファファ。はい、かっこいい。まあ、ここはほんまに笑っとったよね。ザマみたいな。思ってたよね。俺の部下になるなら歓迎する。カイドウにそんなこと言われたら、はいって言ってまうもん。まあ、言わな死ぬからね。死ぬね。やがてわかる後悔したのどっちだか。言ったら、そう薄々思ってるんやけど強がりで言ってる感じするよ、この顔がね。そうね。なら俺も悔いのねえようにやってみよう。一か八かだ。お前に二つ質問がある。このピンチの状態によくこれ思いついたよね。うん、たくさんのね、多分考察者さんが、僕たちはあんまそこ見てないですけど、うんうん、どうやったらキラーはそのホーキンスを倒せるんだって予想した中で、正解した人いるんかな、これ。正解できたなーっていう、なんかこの、そう。こんなドストレートなことを言ってなかったんだっていうのがね、そう。もうびっくりしましたね。赤髪にやられたとされている左腕を失っていたことが、そう。伏線になっていたと。おー。すごいことよね。いやー、もうだから考えてたんよね、その赤髪に取られたっていうところ、出てきた時から、うどんから。ねえ。いや、えぐいよ。ねえ。左腕を失うんですけど、痛そうだな。まあでもこれ、綺麗に切ってもらってるから、多分ローやったら繋げれるよ。繋げる前提ですか、これ。なるほど。はい。そうなんや。ホーキンスって、右側の肩にマントをかける習性があるよね。左側だけ開いてたことも、今と思ったら、その分かりやすい描写にするための布石やったんかな。そうね。うわー、なぜ俺の腕が切れた。ダメージは全て。きっと左腕はない。あ、逆さまで言ってるキラー様がかっこよすぎる。いやそうね。で質問2つ目、こいつを取っちまえばあと何人の命がお前を守ってる。すごいよね、こんな確信に迫ることとっさに思いつくね。おめでとう、それが最後だ。嘘でも言えんかったんかな。あと100体あるぞみたいな言っとることだね。どうするみたいな、やばいぞと。そうそう、他にもお前の海賊団のやつ取ってんぞみたいなこと。そうやね。でこれストローマンズカード、死神聖一、消滅のカード、ならば真っ当に消すまでだ、死に損ない、斬首狼。多分これがホーキンスさんが一番強い技なのかな。まあやろうね。ね、何がすごいのかはちょっとわからないけども、死なないということで、まあ、ゾンビ兵みたいなもんよね。まあだからかなり強い気はしますけどね。いや相当強いんだろうね。そうそう。でこの戦いの決着を示せって言うんだけど、これ出す必要あった？真のデュエリストはいついかなる時もデスティニードローを決めたいもんやから。お、出た出た、タワーあかんや、タワー言ってる。タワーじゃ、あかんか。あかんや、そんな、タワーって言って。え？ジンソニックでやられてまうな。そう。タワーって言ってんよ。まあ僕たちタロットに精通してるわけじゃないか分かんなかったけど、ちゃんと解説が載ってるね。ストローマンズカード、タワー、その意味。古きものの崩壊、隠された意味、新しい道、これどう思いますか？古きものの崩壊っていうのが、うんうん、マルコの言うところの旧時代の人たち。そう、つまり今戦っている、そのビッグマムとかカイドのことだよね。そう、だから旧ロックスですよね。うん、で隠された意味っていうのが新しい道。はい、これも確実にルフィたちのね、新世代のことを指してるんじゃないのってことよね。そうだから、これなんかホーキンス、まあ、今週ほんまにキッドの左腕見逃しとったんかよ、お前どうしたんみたいな。いや俺ちょっともうショックなんですよ。なんで聞いてる。いやその言ってもキラーは最悪の世代やったけど、うんうん、副船長なわけやん、はいはい、でもホーキンスは船長なわけやん、うん、じゃあさすがにホーキンスもうちょい戦えるやろと。でも油断じゃないけども、うん、引っ張ったんよ。いやまあまあ能力の相性も悪いと思うよ。でもな、もうちょいそれは考える方法あったんちゃうんかと思うよ。めちゃくちゃ怒られてるやん。そう、なんでなんと、みたいな。もう超おこなんですよ、今週に至っては。神木君みたいな怒ってるけど、ええ、問い詰める気はないのよ。あ、なるほど。あ、そう、これはナメプやったんじゃないのかなと。東亜の代名詞みたいな。あ、そうそう、思うわけなんですけど、うん、ただ逆に思うんですよ。もしかしたらこの自分でも、うん、キッドたちと一緒に戦って、うんうんうん、カイドウとかビッグマム倒す道があったんじゃないのかなみたいな。そうだね、うん、そうで、ゆえに最後キッドをパワーアップさせて終わらせたんちゃうんかなみたいな。なるほどね。そう、まあ、ここでバンっていうことで圧倒的に倒れた描写があるんで、まあ、ここはこれで終わりなんだ。終わりでしょうね。次どこか気になるんだよな。そろそろ福六十戦見せてくれへん。いやあのね、多分ね、今ほとんどのワンピース読者は福六十じゃないと思うのよ次。いやそう思うやん。でもドクロドームのね、ルフィとカイドウ戦い終わりました。その後に福六十戦見たい？いや、うん、まあそうやな。まず終わらせてくれ。いやいや、まあ、そうなんやけどさ、3時開
対決しました、うんうん、でゾロをキング倒しました。黒木先生見たいですかと。ええー、そうなんやけど、こういうことなんですよ。もはやそこで書くんだったら作者忘れてた説やで。いやいや、いいやん。もうなんか最後のなんかエンドロールとかの時に福六十知らんうちに倒れとったみたいな。お前いつやられたみたいな。バンって。そう絶対忘れてたよ。僕はやっぱり早くカイドウ対ルフィが見たいですよ。俺はオロチサイド見たいけどな。確かに。あいつほんま、なんか一旦死んでくるや気が収まらへんの。なんか、一旦は死んだよ。なんなら二旦死んでるのよ。はい、ということで皆さん、はい、今週のジャンプワンピースはいかがでしたでしょうか。僕たちは月曜日ジャンプにワンピースが掲載された時はこうやってレビュー感想会やってますので、もし楽しかったとしては高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。はい、それでは See you バイ。コメント待ってるよ。明日のすけさんと深掘り会。これちゃんクルーに秋が来た。撮影、睡眠、フェスの秋、クルーみんなでぶち上がろう。 Twitter、LINE ライブ、公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の前はゴヤッキーチャンネル。